刹那圭介のやつ、わしをこんなとこに呼んで何するつもりじゃ。バックステップの神様さん。お、なんだ刹那圭介、ようやく来たか。バックステップの神様さん、6月1日、それは何の日かわかりますか。え、なんかの日だったかの。それはね、あなたの誕生日ですよ。あ、そうじゃった。わしの誕生日6月1日だったの。そういうわけでね、俺ね、バックステップの神様さんにいろいろお世話になってるような気がするんでね、ちょっとバックステップの神様さんのね、誕生日を祝わせていただきたいと思いまして。お、わしの誕生日祝ってくれるのか。ありがとうの。なんじゃ、現金くれるのか。現金、いや現金はあげませんけどね。ちょっとバックステップの神様さん、あのお寿司好きでしょ。お、わしお寿司好きじゃぞ。サンドの飯よりお寿司が好きじゃ。なんでご飯と比べるんですか、お寿司。というわけでね、あのお寿司の方をね、お寿司のね、最近の楽しみ方っていうのをね、教えてあげたいと思いまして。お、お寿司最近楽しみ方って昔とは違うのかな。そうなんすよ。さあ、いろいろ上質なネタを用意してきましたよ。いろいろあるんじゃの。何でも頼んでいいのか。そうですよ、俺が握りますから。お、お前が握るんかな。そうっすよ、最近じゃあね、あの機械でシャリを握ってもらってね、その上にネタを乗っけただけでお寿司が完成ですからね。それ握ったとは言わんわ。それ回転寿司でよくあるやつやから。いいじゃないですか。特に何がいいですか。そうじゃの、甘エビがいいの。そうですか。じゃあ小肌どうぞ。小肌じゃない、甘エビって言ったじゃろう。てか大回転ってなんじゃ。やればわかりますよ、行けばわかるさ。お寿司が並んどる。この宇宙みたいなスペースでお寿司が並んどる。わー、他のお寿司が走りました。さあ、バックシャブカメさんも走って走って。え、走るって何。走るってなんじゃ。スペース聞いて走りますから。スペース。あー、わしのお寿司も走り出した。わしの小肌か。小肌、小肌どうした。バックシャブカメさんもさん、最有機動かさんかったら曲がれませんよ。最有機で曲がるのか。あー、本当に曲がった。あったあった。バクダカメ様さん、落ち着いて落ち着いて。落ち着いていられるか。ちょっとゲー、こういうゲームなのか。あ、ちょっと刹那圭介、待ってくれ。お寿司を食べさせてくれるんじゃなかったのか。いや、だからお寿司の最近の楽しみ方を教えてあげるって歌じゃないですか。これが楽しみ方ですよ。え、お寿司を走らせるのが最近のブームなのかの。俺の中ではね。お前の中だけかい。さあ行きますよ、ガンガン行ってください。おお、なんおお、ちょっとお寿司を走らせる意味って何かあるのかの。ありません、多分ありません。なんかい、多分これのこのゲームの作者さんの趣味でしょうね。あー、そんな趣味だけでこれお寿司走らされたのかの。おー、1万円札触ったらすごい加速したぞ。そうですよ、お金の力はね、お寿司を走らせるんですよ。わけわからん、わけわからんから。あ、殺した。3位だった。バックスの神様さん、そんなんじゃ世界は狙いませんよ。狙ってないから。いや、なんだよ、お寿司で世界を狙うって。なんじゃ、寿司食いねえか。日本が寿司する世界じゃ。何を言ったの。さあ、気を取り直して次何握りましょうか。今度こそ甘エビを握ってくれ。かしこまりました。小肌ですね。違うから。だから小肌じゃないから。さあ、次はダイニングですよ。ダイニングが舞台ですよ。ダイニングって家で食べたらし、もう回転寿司じゃなくなっちゃった。そうっすよ、家で食べる寿司も美味しいですからね、それを楽しんでいただきたい。なんか馬走っとる、なんか馬走っとるぞ。もうお寿司と一緒に馬が走る時代なんですね。多分この家の、このダイニングの家の人がね、乗馬が趣味なんでしょうね。乗馬が趣味なのかの。そうですよ、毎年に乗馬選手権に参加しているあのダイニング石井さんですよ。ダイニング石井だからダイニングなのか。いや知らんけど、ダイニング石井さんをご存知ない。知らん。いや知らんから、普通に多分これ見てる人だって知らんと思うぞ。ダイニング石井さんを知らない。毎年ツイッターで炎上しまくっているあのダイニング石井さんを。乗馬じゃない、乗馬で有名じゃないんじゃ。そうですよ。誰も別に乗馬をやってるだけでさ、乗馬で有名とは言ってないですか。言ってないけど、いや、言い方からしたら乗馬で有名かと思うじゃろ。違いますよ。さあ、小肌、
そんなことをしているうちに、ここは最終ラップに突入。さあ、1位まで追いつけるのか。追いついてみせる。おっ、あ、今、周回遅れか。紛らわしいね。おっと、あの見えてきたのが多分1位のやつだ。1位、おっと1位だ。あれが1位だ。よく見たらあれは、なんだろう。なんだろうじゃないわ。いくらじゃいくら。いくらって言葉が出てこんかった。さーて、いくらに握られてゴール。おー、それ2位か。惜しかった。爆笑キャプテン様、惜しかった。なんか普通に悔しいわ。悔しいでしょ。これが寿司レースの醍醐味ですよ。さあ、次は1位取ってくださいよ。なんか普通に楽しくなってきた。次はここに行きたい。パラダイスじゃないですか。やっぱ寿司好きとしてパラダイスの言葉にはちょっと気になるでしょう。そうじゃの、そうじゃの、パラダイスはの、パラダイスは行きたいの。そうでしょ。ちょっとパラダイスの言い方がウーマンラッシュアワーだった。さあ、じゃあ次何行きますか。今度こそちゃんと甘エビ食べたいでしょ。いや、わしはやっぱり小肌がいい。おわ、小肌に愛着ついてきてるじゃないですか。いいですね。これが寿司レースの醍醐味ですよ。寿司レースの醍醐味こんなのかな。よっしゃ、パラダイス行きますよ。パラダイスですよ。パラダイスはの、皆さん、パラダイス、おすごい、寿司が UFO みたいに浮いとるぞ。寿司型 UFO っぽいじゃないですか。すごいすごいじゃないですか。もう2台抜きましたよ。おっと、これで1位に上り着きました。わしの寿司は世界一じゃ。小肌は、わしの小肌は世界一じゃからの。いいじゃないですか。これじゃあ世界目指せますよ。世界目指すつもりはないけどの。てか世界目指せるのか。そうっすよ。世界大会も開催されるかもしれないという、そういう状態です。落ちていないこともないような気がします。なんか貧乏やの。よっしゃ、まだ1位独占してますよ。1位取ってますからね。あと2週頑張ってくださいよ。頑張るぞ、わし頑張るぞ。さあ、どんどん行っております。加速して、さあ最終ラップ、周回遅れを抜きました。いけるぞ、わしいけるぞ。よっしゃ、爆速山様さんの小肌はどんどん加速、どんどん加速しております。わしが逃げ切る、わしが逃げ切る。おっと、さあちょっと水が多いが、最終ラップ逃げ切ることができるのか。最後飛んで、あー飛びすぎ、あーっと抜かれてしまった。やばい、ちょっとやばいぞこれは。さあ、ここでゴール。ビギナーズラックの神様は起きませんでした。くそー、なんか普通に悔しい。普通に悔しいぞ、これ。そうでしょう。普通に悔しいでしょう。この悔しい内容をツイートしていいか？ダメです。俺が炎上してしまう。炎上センターも。というわけで、どうでした？寿司レースの世界。なんか悪くなかったわ。こういう寿司の楽しみ方もあるんじゃの。そうでしょ、そうでしょ。これを知ってほしくてこの場に呼んだんですよ。おお、ありがとうの、さんだけすけ。いいじゃないですか。おい、あれですよ、そう、ちょっとありがとうと読むんだったら、俺じゃなくてこのゲームの作者さんにね、俺言いた方がいいと思うんですよ。おお、このゲームを作ってくれた、ありがとう、作ってくれたやつ、ありがとうの。というわけで、作者さんに寿司を送ってあげてください。いやいや、寿司は怒りたくない。寿司は自分で食いたい。あ、そうっすか。というわけで、さあ、こう、寿司レースの世界にちょっとバックステップ神様さんも、のめり込んできたみたいですからね。次あたり頑張ってみましょうよ。そうじゃの。じゃあ、二人で頑張っていきましょう。マリオカート。マリオカートかい。はい、ズッパッパ、ズッパッパ、ズッパッパ。